さて、第5期調査団の諸君、そろそろ時間だ。別れの言葉は必要ないな。この船に乗ったらもう後戻りはできない。もし覚悟が失われたのであれば。それではこれより新大陸に向け出航する。君たちに導きの青い星が輝かんことを。新大陸に到着だな。あんたも準備完了？いよいよか。国を出てから長い旅だったな。あんた緊張してる？俺はそうだな、少し怖いけど楽しい。ねえ、もしかしてあなた推薦組じゃない？キュグ、俺たちもなんだな。名前を教えてくれよ。
お近づきに。推薦組同士頑張ろうぜ。乾杯。古竜はなんで新大陸に向かうんだろうな。あんたは新大陸に古竜の秘密があると思う？調査が始まって40年ぐらい経つんだとさ。ギルドは俺たち5機団の派遣で古竜あたりの謎が解明されるのを期待してるらしいぜ。そういえば推薦組って2人1組が原則らしいよ。あなたパートナーとはもう会った？わかりますか？さっき突然波の音が変わったんですよね。陸が近いからかな。あなた推薦組でしょ。よろしく。さっきの話ちょっとだけ聞こえたんです。はじめまして。何を隠そう、私も。見てください、私たちの船が。いけない、このままでは。ここにいると危険です。こちらに。
新大陸。誰かが作ったキャンプですね。テントに地図の一部がありました。私たちがいるのはこの辺りですね。ここが調査拠点。私たちの船が到着する予定だった場所です。今はとにかくこの調査拠点を目指しましょう。地図を頼りに進んでみましょう。あれが調査拠点です。一緒に行きましょう。地図によると拠点に行く道は、新大陸のアプトノスも向こうと変わらずおとなしいんですね。回り込んで進むしかないのかな。なんだろう、シルベムシが群がっています。変わった植物がありますね。こっちにも。来てください。こっちから拠点に行けそうです。さっきシルベムシに私の匂いを覚えさせておいたんです。もし私を見失ってもシルベムシを追いかければ大丈夫。このツタをかき分けて進みましょう。気もないのに戦ってはいけません。隠れないと。こちらに急いで。静かに。
もう大丈夫ですね。今のうちに。ちょっと。行きましょう。これは痕跡。向こうにもありますね。するぞ。ほらよっと、こっちだ。急げ。行きましょう。行け。いいだろう。天然の門構えをくぐったその先、ここが調査団の拠点、アステラだ。調査拠点、アステラ。5機団は全員到着している。お前たちが最後だ。これで手です。大丈夫か。おい、あんたたち。ちょっとごめんなさい。無事だったのね。大変だったな。あんたたちが見当たんなかったからヒヤヒヤしたんだ。よかった。探しに行こうかって話してたのよ。なんてことなかったです。おい、手伝ってくれ。ほら。あ、じゃあ後でな。ここが流通エリア。俺たちはそう呼んでいる。人も物もこんなに。すごいだろう。調査するハンター、研究する学者、それを支える技術者、あらゆる人と物がここに集まるんだ。まさに調査団の中枢地さ。ちょっと待ってろよ。じいちゃん、連れてきたぞ。
ようこそ。そうそう、では後に。じゃあ一通り案内するよ。ついでにお供を探そう。ここは物資補給所だ。必要なアイテムを揃えられる。欲しいものがあったらここに来たらいいですね。次は加工屋だ。行こう。こっちだ。調査団の派遣はお前たちで5回目なんだ。俺のじいちゃんは一騎団だ。一騎団はすげえ昔に来たらしい。俺か？俺は何騎団でもないよ。ここの生まれだからな。加工屋はここだ。武器や防具を作るところさ。覚えとけよ。加工屋、入ってみてもいいですか？熱気がすごいですね。行くか。はい。こっちだ。ここが食事場さ。あ、あそこに。おーい。よく頑張ったね。作戦会議の時間だな。行くか。はい。一同、海を渡るゾラマグダロ、ついに五騎団が新大陸に大きな戦力だ。この長きにはひとまず代表五騎団の者です。よろしくお願い。ここにいるのは調査団の要の連中だ。よく覚えておいてくれ。よろしくね。本題に入ろう。今回渡りを行ったのはゾラマグダ。我々調査団最大の目的は、およそ10年に一度道すがらの生態系を変え、遥か古来より古竜と奴らが一体何のために新大陸に渡り来るのか、今こそ解明しよう。やりましょう。ああ、や、今後しばらくだが、ハンターたちはまずはジャグラスの生息域調査だな。はい、頑張ります。他の南名はいつも通りだ。ハンターたちを手厚く補佐してやってくれ。腕が鳴るぜ。ご機団はだとさ、期待している。以上、解散。ああ、こっちだ。そのアイテムボックスに装備がある。
法リーチの斧と威力が高い剣の変形武器です。剣でエネルギーをため、斧で解放する武器です。
行くか。準備できたら食事場に。クエストを用意して待ってます。トレーニングエリアで武器の練習ができるルーム。俺たちが行うべき様々な調査内容は編纂者がまとめているんだ。まとめたものはクエストと呼ばれている。おーい、こっちだ。待ってました。うんうん、さあ行きましょう、新大陸へ。初仕事ですね。それではクエストのルールを説明します。
するそのクエストに今回はジャグラスを指定数討伐する。ジャグラスとは調査拠点に向かう途中であったあの小型モンスターです。確かこの場所でしたね。行ってみませんか。ルールその2、支給品とは先輩のそばの箱に入っていますね。必要なものをよく考えて持っていきましょうか。うんうん、相棒。行くか。ああ、気をつけろよ。攻撃するときは武器を構えろよ。脳刀時と抜刀時ではできることが変わる。何かを調べたりアイテムを使ったりするときは武器をしまうのが基本だ。採取物やモンスターの位置は私が生態マップに書き込んでおきます。蜂蜜があるな。これがあれば回復薬グレートを調合できるぞ。チャージアックスは剣と斧の変形武器だ。エネルギーを瓶に溜め、斧で放出しろ。こっちだ。目的のジャグラスです。さあお前一人の力でやってみろ。でないとこの先生き残れない。ジャグラス逃げたな。追うぞ。モンスターの素材を集めておけよ。加工屋で必要になるからな。こっちだ。
じいちゃんに報告する。ご苦労。ああ。よし。相棒、二騎団の親方さんが呼んでました。加工屋に行ってみませんか？だな、ご機嫌。決めるぜ。
来ましたね、相棒。あ、クエストはクエストボードからも受注ができますよ。私がまとめているものと同じ内容なので安心して受注してください。